我が家には博士と呼ばれる子がいます。6歳になる男の子です。博士とは博士のことです。なぜ博士と呼ぶようになったかというと、ある日みんなを集めておしゃべりしているところを目撃したのです。その様子が大学で生徒に教える教授に見えました。そこから教授と名付けようと思いましたが、教授と呼びにくく博士と呼ぶようになりました。博士は話す相手がいないとペンギンさんと遊びます。博士にはママというパートナーがいます。ママのことが大好きで、一緒になってから5年が経ちます。その間にたくさんの子供が生まれました。その中の子供に三女のチョビがいます。チョビが3羽の子供を産んだので、博士とママはおじいちゃんとおばあちゃんになりました。博士は家族思いの優しい子です。大切な弟を亡くして落ち込んでいる長男ののぞみを一生懸命励ましてくれたり、環境に慣れず一人ぼっちになっている小さな子に優しく話しかけ一緒に遊んでくれました。その博士の優しさは子供たちに受け継がれました。次男のおりんごは私によく話しかけてくれて、彼女を大切にしてくれています。長女のまる子は一人ぼっちの小さな子を見つけると優しく寄り添ってお世話をしてくれています。次女のレモンは病気になった子に寄り添い、看護師さんのように見てくれました。博士の子供たちは優しさを引き継ぎ大きくなりました。長女のマルコはもう4歳です。6歳になる博士おじいちゃんは今でもみんなに話しかけています。自分の子供だけでなく他の子たちにも、家族をみんなで支え合う優しさの大切さを教えるために